おはようございます。今日はブラウニーショコラです。今日紹介させていただくブラウニーはメレンゲを使ったとっても軽い食感のブラウニーです。これなんで軽くしたかと言いますと、レストランでお出しする際にフルコースの後ですとお客様が食べきれないんですね。もちろんレストランではクレームやグラスを添えてさらにオリジナルを加えてお出しするんですが、今回は焼きっぱなしで紹介させていただきます。で、使った型なんですが21センチ、21センチの型を使ってます。もちろんこういった丸い型やハートの型などがあればきれいに焼くこともできます。だいたい目安としては6割か7割ぐらいまで生地を流し込んで焼ければ大丈夫です。それでは行きましょう。チョコレートを湯煎で溶かしていきます。今日使うチョコレートは、カカオ分 64% のものです。ここにバターを加えて湯煎で溶かします。次にですね、卵黄に砂糖を溶かしていきます。次にメレンゲを立てていきます。この砂糖を溶かした卵黄に先ほど湯煎で溶かしておいたチョコレートとバターを加えていきます。こちらをね、先ほどのチョコレートの方に加えていきます。でチョコレートに卵白を合わすときは卵白の一部をチョコレートの方に合わせて生地の軽さを合わせてあげます。そうするとダマにならずに混ぜることができます。で、軽くなったものを卵白の方に戻していきます。
卵白と生地が合わさりましたので、ここに粉をふるって入れていきます。小麦粉とカカオプードルです。小麦粉は T45 を使っています。薄力粉で大丈夫です。Thank you.